私の名前は、明川音葉。あなたより、二つ上のいとこで、あなたのお姉ちゃんです。忙しいあなたのご両親の代わりに、お掃除に洗濯、あとはご飯とか、そういった身の回りのお世話をさせてもらっています。お姉ちゃん、あなたのことを、我ながら、ちょっと構いすぎかなって思うこともあるけれど、 でもでも、目が離せないんだもの。え変な意味じゃなくてね。ほら、あの、私って、昔から、あなたの、お姉ちゃんだから。ねそ,それにしても、急に一緒に住むようになるなんてね。最初はどうなることかと思ったけれど、ようやく慣れてきたね。 朝とか晩までずっと一緒なんてこと今までなかったでしょだからさすがにちょっと恥ずかしいなって思ってたんだけど。でも案外早く馴染んじゃったというか、今では一緒にいるのが当たり前というか。あなたとの生活がお姉ちゃんとっても楽しいの。あ、そうそう。いつも家事を手伝ってくれて。 ありがとうね。でも別に負担じゃないから、もっと私に任せてくれていいんだよ。むしろ、一緒に住むようになってもっとお世話できると思ってたから、そこは残念というか、寂しいというか。あ、でも一緒に家事ができるのはすごく嬉しいし、考えてみれば今のままなのも悪くないかな 困った時や悩んだ時は、いつでも頼ってくれていいからね。そうじゃないと、お姉ちゃんも頼れないし、ね。<laughs> なんちゃって。<laughs> 一緒の時間も増えて、これからもっとあなたにかまっちゃうと思うけど、これまで通り。うん、うん。これまで以上に仲良くしたいな。よろしくね。私のかわいい。 オ,オリジナルシチュエーションボイス付き抱き枕カバー抱き花の明け川乙葉購入方法やシチュエーションボイスのことは抱きかの公式サイトをチェックしてくださいねはあ今日も彼と仲良くはできたけど いつも通り普通にきょうだいな感じで終わっちゃった、はああついついお姉ちゃんしちゃうのよね私一緒に住むようになってもっといっぱい甘えさせてあげられると思ってたけどついつい舞い上がっちゃうのはなんとかしないとはあ今のままでも十分満足だけどやっぱり もっと仲良くなりたいな。このままじゃ、一生お姉ちゃんから先に進めないような気もしてきたし。うーん。もっともっと甘やかしたいよ。そのためには、恋人になれればいいのかな。それなら、もっと甘やかしてもいいよね。はあ、想像しただけで。 なんて素敵なのかしら。早く実現したいな。うん、決めた明日、思いを伝えよう。この関係から、ちょっと先に進めるよ。お姉ちゃん、頑張る